こんにちは、タバカン。やあ、くまじろう、こんにちは。ねえねえ、土木学会ってさ、多くの人が集まるような会なんでしょ？運動会とか、飲み会とか、みたいなの？ちょっと違うかな。ちゃんと会員になった人の集まりなのだ。そうなの？じゃあ、どうやったら会員になれるの？昔は会員からの推薦がないと入れない狭き門だったんだな。1963年からは土木に関わる仕事や勉強している人はもちろん、一般の人でも土木に興味がある人すべてが会員になれるのだ。え、じゃあ土木に興味を持つ熊のぬいぐるみも入会できるの？すまない、熊のぬいぐるみは無理だな。土木のこともっと知りたいのに。そうだ、陽さんに頼んで会長特権でぬいぐるみも会員になれるようにしてもらうもん。職権乱用は許されません。さーて、会員にもいろいろ種類がある。正会員と学生会員と特別会員。正会員には個人会員と名誉会員とフェロー会員と法人会員がある。ちょっといろいろあって覚えられないよ。まあでもともかく、それで何人くらいいるの？2024年6月30日時点で個人会員 33,355 人、うち名誉会員317人、フェロー会員1,770人、法人会員677人、学生会員4,248人、特別会員478人、合計 38,758人なのだ。そんなに？ともかく38,000人以上いるの。それじゃあみんなの名前覚えるの大変だな。で、女の人は何いるの？同じく2024年6月30日時点で個人会員1,944人、学生会員676人、合計2,620人なのだ。ちょっと算数できないけど、なんか少なくない？割合にすると 6.759895%。 しかし20年前の2004年4月末時点では1022人だから 2.5636 倍に増えているのだ。いいね、来年には10倍かな。じゃあ外国の人はどれくらいいるの？そう、それは実はちゃんとしたデータがないのだ。じゃあ平均年齢は？ちょっと今すぐ計算が。まあいいか。会員になるとどんないいことがあるの？まず土木学会誌が毎月届く。これは面白いしためになるぞ。それから土木のさまざまな分野の専門家が集まるところに論文を発表できる研究発表会、講演会、見学会などのバラエティに富んだ企画に参加できるし、自分でも企画を作って発信することができるのだ。そこで多様な土木を愛する人たちと友達になれるぞ。じゃあ会長の陽さんともお友達になれるの？もちろんだ。積極的に参加すればするほどつながりが遠くなるぞ。陽さんの相棒の僕も会員のみんなとお友達になりたいな。そうだな。土木学会の会員のみんなとお友達になれるの楽しみ。